食事とトレーニングっていうのを密接に気づきの量を増やしてあげるのが我々サービスだからやらない、はい、だからそれちょっと違うと思うんですよ。はい、はい、もともとそう、うんうん、まあどんどん進化してるなっていうのじゃないですか。違ったかな。いや本当です、ね、面倒くさいんですかね。っていうのは、あの、うん、僕はちょっと話として引き出したかったのは、はい、あのそのチームのトレーナーの人がとか、うん、あとこう、まあ栄養士の人とか、はい、そういう人のアドバイスで、はい、っていう、まあ、監督は分かってないけど、はい、まあ、じゃあちょっと導入してみようかみたいな、はい、最終的な結局、判断するのはもちろん監督だと思いますけど、うん、そういう話が出てくるかなと思ったんですけど、そうでもない。ですね、それで言うと、そういうケースは多くあります。あ、はい、確かに最終決断をしていただくのはやはりそのチーム監督さんであることなので、そうなりますけど、うんうん、その経過の中でそのスタッフ関わってる内部のコーチもそうですし、外部のコーチからのっていうトレーナーさん、本当に今おっしゃっていただいた栄養士さんがこれでやりましょうって言ってチームに持ってってもらって導入していただくケースもありますですね、はい、で実際にこう使ってるチーム、まあ、学校っていう、はい、まあ、団体で登録してっていう、うん、そういうのっていうのはこう、初年度からこうどういう形で推移してって伸びてきてるんですか。チーム数、うん、あの団体、まあ、登録契約しているという約ですね、4年前ぐらいから本格的な我々のまあ営業活動をしてきているので、うんうんうん、その段階からグッと伸びまして、その担当スタッフ、営業スタッフみたいなものを全国に配置して、うんうんうん、人数をかけて各チームにお邪魔をして、うんうん、でまあ、そういった営業活動をさせていただいたんですけども、うんうん、まあ、コロナの影響もありましたし、うんうん、まあ、社内的な、うん、情勢もありまして、うんうん、今はそういった積極的に、うん、地方も含めて、うんうん、足を運んでっていうのは、まあ、なかなか難しい状況にあるので、今はその営業体制というのをできるだけ抑えている形なんですけれども、うんうん、いろんな形でお問い合わせを頂戴をして、うんうん、で、まあ、新規を受け付けないということではないでは全然ないですね、はい、で今団体登録数ってどのぐらいなんですか、数としては。今そうですね、700ぐらいになるんですかね、うんうん、アベレージとしては、うんうん、はい、まあ、増えたり減ったりっていうのはあるんですけど、うんうんうん、はい、まあ、こう思ったほど多くないので、うん、ちょっと意外なんですけど、はい、めんどくさいんですかね、うん、スポーツ団体の人たちはこういうことをやらないっていうの。基本的にはやっぱり必要だよねというふうにおっしゃっていただけるケースは多いんです、うん、まあ、そこまで、うん、でやはりその後実際に導入をして運用を回していくってことになっていくと、うん、指導者側としても日々見るのがめんどくさいっていうご意見ももらったことは確かにありますね、うんうんうん、だからまあ日々チェックできてる、うん、っていうか結局それが必須であるというふうに考えると、うん、毎日例えば100人例えば部員がいて、はい、100人のメッセージを全部見れるって、はい、これ大変だと、はい、だからやらない、はい、だからそれちょっと違うと思うんですよ、はい、うん、だから僕らも結局その例えば今日休みますみたいな、はい、体調悪いんで休みますみたいなのを、うん、練習前に選手は入力してたけど、はい、こっちはチェックしてなくて、うん、まあ、終わった後こうチェックしたら、はい、ああ来ないってな連絡が入ってたわみたいなケースはもちろんある、うん、だそういうこう漏れはあるけど、でも大事なことってそっちじゃなくて、選手が自分のコンディションに向き合うっていう姿勢っていうのがすごく重要なことであって、やっぱりそれが大人になってた時にやっぱりその自分のこう栄養だとかコンディションだとかっていうこと、要するにそこにちゃんと向き合うこう体制、まあ、それがこうちゃんとルーティーンになってるかなってないかってすごく重要だと思うんですよ。いや本当ですね、うん、野木さんはそういうところどうやって子どもたちと接していると言いますか。
日々の記録と向き合ってらっしゃるんですか？お前のメッセージは毎日同じで面白くないと思う。そういうことは言います。たまに違うこと書いたら、はい、とかやっぱりこう休みの連絡だとか体調だとかっていう部分のところで言ったら、やっぱりその休みの連絡は LINE でよこしたり、アトレタでよこしたり、こうまちまちなんでどっちかにしろって、まあ、いう話をしたり、あとはこう痛みの場所、何あそこに丸ついてたけどって、どこ痛いの、って言ったら入力してる場所が間違ってたり、まあそういうようなこう選手との会話とかありますけど、やっぱりまあ一番はこうコンディションでこうニコニコしてるか泣いてるかみたいな状態のことはやっぱりまずこう見て、で、あれってどうしたって、まあそういうところからまあ会話を増すっていうようなことには使わせてもらってますけど、会話のきっかけになる、きっかけになりますね。実際にこう選手が当然何十人もいて、で言い忘れる、まあ、これよくあるんですけど、実はって練習の時に例えば打撲した、ちょっとひねった、でも痛かった、でもそれを伝えないで帰ってしまう、練習も続けてやって、でも家へ帰って入力する時にここ痛い、あそこ痛いって、まあそういうふうにしている状態だとやっぱりそれを見て次のトレーニングの時に、まあ、当然声かけられるので、それが伝わってなくても、だからまあそういう意味で、まあ、使わせてもらってますけど、あとはまあ食事の部分に関してはどんな食事をしてるか、まだ子供なんで、ほとんど正直にちゃんと入力してますから、まあそのことで内容のことをまあブツブツ言うんではなくて、僕はまずまあちゃんとこう習慣になるっていうことがやっぱり重要で、でたまに分析見てごらんって言って、何が足らないって、でそしたらちょっとお母さんにお願いをしてこれを付け加えてもらったらとか、まあこれ進化してるアトレターがね、進化してる部分だけど、君何が足らない栄養素って言った時に何を食べたらいいって出てくるじゃないですか。はい、だからこれもこう一番最初なかったじゃないですか。どんどんこういろいろ進化して、でまあランキングとかも見れるようになってきてるし、僕らが欲しかった最初の頃なんか長さんにちょっとランキング出してもらってプリントしてよろしいですかね、やってましたよ、だからこうデータ自体はねそちらにあるけど、結局それがこう見れる状態じゃなかったから、だからまあそれが見れる状態になって、まあどんどん進化してるなっていうふうに思います。だからあれをちゃんと使いこなしていったら、結局例えば、ビタミン D が足らないとか言ったら、D だと鮭でいいんでしたっけ、違ったかな、ビタミン K だったらどうだとかって、まあいろんなこうことがあって、こういうものを食事に入れてもらったらば、そうしたらここカバーできるんだなっていうのが分かっていくと、やっぱりバランスが取れる食事になるので、そうですね、それがまあコンディションの維持、それからまあこう体を強化していくっていう状況になった時に、またこうちゃんと使える、まあ、中学生だと結局負荷かけて体作りみたいな状態ではないので、ただこうそれが習慣になって高校生に移行していった時に、食事とトレーニングっていうのを密接に、こうこの時期このトレーニングしてるからこういうもの食べなきゃとかっていうようなことができてると、やっぱ全然効果も違うし、そうですね、そうですね、まあそういう風になっててほしいなってやっぱり思いますよね。だからまあトレーニングの負荷っていう部分のところはそれぞれの指導者が当然考えてることだと思うので、こういう負荷をかけてみたけどどういう反応なのかな、まあ、全然平気じゃんこいつら、でももうちょっとこうハードにしてみようとかっていうようなことにもやっぱりつながってきますよね。そうですね、やはりもともとはそういったトレーニング強度を日々指導者の方が考えて、やってらっしゃると思います。そのためには選手の疲労度を把握していかなきゃいけないっていう中で、選手の疲労度を集める必要があるねっていう形で、まあ多分紙で書いていったりとかっていう文化は少しできたと思うんですけども、
まあ、それ紙で集めてやるってなると非常に効率としても悪いし、うんうん、指導者の側の仕事量というんですか、うん、そういったのも増えてしまうので、うんまあ、そこを軽減させるためにっていうので最初まあ出来上がった思想ですね、我々のこのアプリって、うんうんうんはい、元々の思想、うんうん、じゃあ僕がスタートして作りようとしてたところとしては逆なんですよね、スタートはね、スタートはもう、まあ、人がちゃんと、はい、一個人の選手がちゃんと入力できるっていう方向で、うんうん、結局やっていく、はい、というのをこう作りたかったっていうところからスタートしてやってみたんですけど、はいまあ、指導者側で結局資料を集めるっていうところのアプリを開発っていうところからスタートしてた、はいまあ、どちらかというとやっぱり指導者の作業量、作業の効率化っていうところは、うんうん、最初はかなとか、うんうん、それが中心だったかなと思いますか、ねうんうん、ただやはりいろんな指導者の方々と僕もお話しさせていただきますけれども、うんうん、最終的にやっぱりそのコンディショニングしていくためには、うんうんまあ、選手自身の気づきが結局一番、はい、大事になってくると思って、うんうんうん、でその気づきを促してあげているのが多分指導者の方々のリリアルなことかなと思うんですね。なってくるとこうやはり指導者側の効率化だけではコンディショニングっていうのは難しいのかなというのはやっぱり今思っていて、うんうんうんで選手たちが自分自身で、うん気づけるきっかけになっていくのが、まあ、そういう記録をするっていうことにつながるかなとは思っていますけど、うんまあ、記録する媒体がアトレータであろうが紙であろうが、うん基本的には何でもいいかなって感じが持ってるんですけども、うん、その気づきの量が増えれば増えるほど、うん、コンディションにいいこと、うん、コンディション調整するために必要なことをやろうとする、うん、きっかけには必ずなると思うので、うんうん、気づきの量を増やしてあげるのが、まあ、我々のサービス、うん、ではできることかなと思ってますかね、うんうんはい